二月神社は、広島県広島市東区にある神社である。江戸時代後期から明治時代初期に流行した、半宗を祀った神社の一つである。旧社格は、旧建社。主祭神は、浅野長政、吉長、長明。愛、殿神として、長政室の末姫。地元では、二さ山と呼ばれている。1706年広島藩主、浅野綱町により、 広島城基門の方角に、浅野中正の遺廃堂を建立したのが始まりである。1810年、浅野茂明、彩剣府市が新たな遺廃堂を建立した。1835年、浅野彩宿が、祖先追悼のため現在地に社殿を建立し、二葉、五社と称した。1873年、二岐津神社と改称した。その後、境内の東から、 東照宮山道に至る区域が、二月公園として整備された。1945年広島原爆の爆風により、本殿や唐門がしわたたく間に破壊され、直後に本殿より出火、他の建物も累承した。この時、石道路、手水桶などの石造物が残るだけ、樹木は十数本の松の木を残すのみという甚大な被害を受けた。また、 境内のくすきの退治は、トンネルのようになって剣道に覆いかぶさった状態になった。また原爆で傷つき死中心部から逃れてきた、多数の被爆者の避難所となったが、人々の多くはこの境内で落命した。被爆後、京橋側を渡ってこの神社近くに避難しの熟した原民紀は、戦後発表した小説、夏の花において、被爆当日の夜の状況を描写している。 戦後、仮戸の本殿が再建された。1984年6月、本殿、拝殿、水垣が戦前の姿に復元された。2000年から門も,も再建され、2005年から門の前に木製の鳥居が再建された。境内に稲荷神社が抹茶として祀っている。ありがとうございます。